うわー失敗した。海津先生どうしたんですか。ガラケーからスマホに変えたんだけど何ギガ使うかなんてわからないからデータ量が多い一番高いプランにしちゃったんだよ。それは大失敗。あ、楽天モバイルならプランが一つだから選ばなくていいんですよ。どういうこと。電気代みたいに使った分だけ支払えばいいんです。ん ?3 ギガまでなら980円、20ギガまでなら1980円、使った分で料金が決まる。しかも楽天モバイル全国47都道府県で使えます。それなら迷わないね。しかも通話し放題ですし。マジか。うわ、でもいつの間に。あ、実はお前もプラン選び失敗したんだな。私失敗しないので。嘘つけ。失敗したんだろ。おいみんな、大門が失敗してるぞ。うぅ、カジ先生もっと投げねじゃ。おまくん、はい、アイス買いたいから100円貸してくんないかな。いいですよ。給料出たらすぐ返すから、ね、海老名先生そんなにお金ないんですか。いや毎月自分のお小遣いから家族のスマホ代出してるからきつくてさ。海老名先生ご家族みんなデータの多いプランにしてません。え、楽天モバイルならデータ使用料1ギガまでなら0円、3ギガまでなら980円、電気代みたいに使った分だけ支払ったらいいんです。じゃあ家計も助かるじゃん。じゃあ通話代は。楽天モバイルなら通話し放題なんです。しかも楽天モバイル全国47都道府県で使えます。私も青森の実家に毎日電話してます。なんだ大門、お前も興味あんのか。顔怖いぞ。私もう変えてるので。5時なので帰ります。さすが大門、やるほど早いわ。アキラさん、お腹すいた。